はい、皆さんこんにちは。ワナルクルフィッシュです。では今回はハーツオブアイアン4の続きをプレイしていきましょうというところで、フィリピン戦ですね、継続しています。で、前回はですね、空母、原子力化成功してるので、この原子力化された空母、ちなみにこれ原子力化後から研究が完了したんですけど、もうすでに進水済みの空母はどういう扱いになるんでしょうね。もう勝手にマイグレーションされるのか、あるいはどっかの海軍基地に入れないとマイグレーションされないのか。多分、自動マイグレーションなんでしょうね。実態としては、事実としては、絶対に長期のドック入りは必要なんだとは思うんですけど、ゲーム上ではおそらく、その場ですぐ、アップグレードされるんじゃないかなと思います。そうか、サマール、ここに航空機配備する？マルチロール機、第3世代のマルチロール、これを72機、あとは第4世代のマルチロール、これも72機、合わせて144機体制ですね。これでだいぶ戦闘が楽になるんじゃないかな。あとはここだよね、セブロハス、ここにどうやって軍を送り込むかなんだけど、もしかして一旦海軍基地に入れてから海軍基地から強襲上陸をかけないといけないパターンだと、とても面倒くさいな。今、フィリピンの首都はマニラからダバオにすでに変わってますね。戦車大隊と砲兵大隊、戦力の8割以上失いましたからね、前回見てもらった通り。むしろだから備蓄に戦車が欲しいよな。この経験値アップ系を地道にちょこちょこ入れていきますか。今すぐ使うつもりはないんですが、空軍、陸軍、それぞれ入れておいて、余らせておいてももったいないっていうだけの理由ですけどね。さあ、着々とダバオまで迫ってるな。蓋を開けてみれば。ダバオの攻略も時間の問題かな。
もうおそらくフィリピンの方に軍は残ってないのかなという感じはするので、もうダパを攻略しましたね。そしたらダパオ条約結べたので戦勝点が382か。すべての州の割譲ができるね。これですべての州を日本のものにできたでいいのかな。フィリピンの割譲が完了しました。じゃあベトナム戦に備えてというところなんですが、ベトナム戦に向けてはこれを見ておくと、あと4ヶ月かかりますよね。であとはラオス、これがどんだけかかるかだな。ラオスが6月22日、うん、でカンボジアは、カンボジアも見ましょう。カンボジア、カンボジアはそもそもまだ戦争目標の正当化始めてなかったか。早速始めよう。920日も必要なの。もっとゴリ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 押していかないとダメだな。これでも楽園セブ島を手に入れたんで、ちょっと女の子とバカンスに行きたいよな。で足りてないところに重点的に入れていきましょう。補充が足りてないのは戦車足りてないよな。戦車が全然足りてないで合ってる？じゃあ戦車と陸軍装備、歩兵装備ですね、ここに増強をかけておきましょう一旦。で海軍の造船所は目標使用揚陸艇、これに尽きる。で義勇軍はアメリカに帰っていきますと。この辺りはいいね。じゃあこれでまた時間を進めていきましょう。で部隊の再編をね、やっぱりしていかなきゃいけないので、部隊の再編をしていきましょう。で強襲上陸をかけていくっていうことを考えて、まあね、あの準備完了、この後の動きなんですけど、まあベトナムに戦争を仕掛けていったとしても、ベトナムが日本軍に対して強襲上陸をかけてくることはまずないので、安心してという言い方は変なんですけど、防衛戦力は残さずに全軍ベトナムに投入するという方針でいきたいと思います。で、徴兵した部隊の配備先ですね、デフォルトの配備先はできるだけ面倒にならないところがいいんで、どこにしようかなというところだと、いやー本土じゃないとダメ、やっぱり。しょうがないね。
そういうことであれば。まあ、ただ一旦全部九州には変えよう。本当はね、全部フィリピンにすると舞台の移動の手間が省けていいんですけど、まあ、ちょっとそういうわけにはどうもいかないというところなので、まあ、ここは我慢しましょう。で、沖縄に配備していた航空機体ですね、これは一旦全部解除しちゃいましょう。もう沖縄に航空隊を配備しておく必要は全くないので。じゃあ空軍基地に解体した航空隊の大部分を入れていきます。まあ、6月に開戦できる、まあ、つまり半年後ですね。半年後に開戦できるっていうことも考えて、戦略爆撃機。でさらに航空隊という意味では戦闘機部隊も配備したいですよね。マルチロールで言うと、そうか、200セブに配備しちゃうともうセブの航空基地満帆だな。この辺は航空基地がちょっとまだまだ足りてないのを露呈する形だな。ミンダナオとここにじゃあどうしますか。第5世代のマルチロール機、これを200配備する。ちょっと距離が足りてないね。まあここはあくまでも警戒圏ダッシュのためという形かな、色合い的には。フィリピンはこうやって見るとどうしてもインフラ的には厳しいものがあるな。となるとやっぱり解体したものの沖縄に配備しておいた方がいいですね、一定数で。陸軍のドクトリンの方なんですが、どっちに進むかっていうのは最終的な内容を見て決める。エアランドバトル、地上軍がすでに諸兵科連合として動いている中、エアランドバトルは空と陸の戦場を境目なく一体化させ、陸空の密接な連携が可能になるということ。こっちは対人攻撃力が上がると。まあ、ここはどうなんだろうな。やっぱり最近のことを考えると、陸空の緊密な連携の方を選んでいきましょう。じゃあ、沖縄に一旦配備解除したんですが、沖縄に航空隊を一応入れましょう。もういらないかなとすら思ってたんですけど、そういうわけにはどうもいかないと。とはいえ数はあまり避けないからな。第4世代のマルチロール機、いや爆撃機が欲しいな。
ちょっと爆撃機の数がこんだけ少ない理由がよくわかんないけど。で、爆撃機の護衛として第三世代のマルチロール機で十分だろう。沖縄からだったら、まあ、あくまでも支援の目的ですからね。しかも航続距離的には届かないし。いや、数が全然足りてこないな。困りましたね、これは。あとは海軍の方も一旦主力の第一、第3、第6艦隊を留守に入れましょう。であとは第一艦隊ですね、これも一旦ルソンに入れてしまって、ルソンで第6艦隊に編入します。準備完了。準備完了。で、強襲揚陸艦は先に進めます。強襲揚陸艦はね、だいぶ遅れてるんで、開発的には。まあ遅れを取り戻すという意味で強襲揚陸艦はザクザク作っていきます。あとはマレーシア、インドネシア、この辺りと戦うかどうかだけど、めんどくさいからな、マレーシア、インドネシアと戦うのは。得られるメリットもあまりないので、であれば、まあ、ベトナム、ラオス、カンボジアを一気に平らげてしまう方が、まあ現実的かな。そしたら、まず第一艦隊ですね。第一艦隊の方は、もう完全に、戦力を、インドシナ、台湾、この辺りに
徹底して集中配備しましょう。で、第6艦隊は、第1艦隊と合わせてしまうという目論見なので、シゲと一戸第六艦隊の司令長官ですけど、ここに全ての艦隊を、第一艦隊に入っている艦隊を全て、合わせちゃいましょうというところですね。ちょっとつかめてないな。ちょっともう一回つかみ直しましょう。あれ、これ母校じゃないとむしろ再編できない系かな。そうだね。ってことは母校に戻しますか。一旦第6第1ともに、それが一番良さそうだな。近道ですね。第6艦隊を一旦海軍の呉に戻しましょう。で、第1艦隊はね、無駄足を踏ませましたが、で、倉庫行ってるうちに第3艦隊というのが、できている。第3艦隊も、戻しましょう。で、第1、第3、あと第6ですね。ここでいう第1、第3っていうのは、自動で作られてしまった艦隊ですね。これを合わせて1つの艦隊にします。で、次の海戦なんですが、カンボジアはまだまだ先だよね。まあ、カンボジアと日本はね、ODA とかで、まあ、本来だったら仲がいいというか親日国だとは思ってるんですが、まあ、ここではもう無視して、この我が国の意向に沿わない国は滅ぼしにかかります。で、一番直近だとベトナムとの開戦時期が4月だったかな。まあ、ベトナムもね、親日国だと思うんですけど、4月9日ですね。4月9日に向けて海戦の準備をしていきましょう。あとは、そうだな、ベトナム、ラオス、この辺りがどんくらいかかるかわからないんで、ちょっと一旦置いておきましょう。できればね、北朝鮮、宣戦布告すぐしたいぐらいなんですが、一旦置いておいて、これを、どのタイミングで発動するかっていうのを見極めてから政治力使っていきましょうか。で、日本近海に戻した、呉に戻した艦隊ですね。これ今度こそ本当に艦隊の再編をしましょうというところですね。やっぱり母校に戻さないとダメなんだな。これで第6艦隊がだいぶ増強されましたね。ミサイル巡洋艦が2隻、駆逐艦が2隻、コルベットが4隻で、潜水艦が6隻っていう、まあ、空母打撃群が編成できたので、この第6艦隊を南シナに派遣していきます。これで南シナ海には
空母3隻の体制になりました。で問題はどうしようかな。どっちの部隊に空母を割り当てるかっていうところをちょっと悩んでますが、まあその前に大規模な共産主義集会が入っているのでこれを確認しておきましょう。我が国の共産主義運動家が首都に集まった、つまり東京ですね。彼らの中心的な影響は資本主義の破壊、金銭の影響力の排除、それに続く金銭そのものの排除である。そして支配階級ではなく多くを支援するよう設計された新しい未来的な設立だ。まあ、とりあえず、どっちにしても微妙だけど、まあ支援はしない、まあ、とりあえずいいよいいよやっときなさいなみたいな感じの次に進もうにしておきましょうか。で今悩んでいたのが、空母の支援を受ける部隊を戦車部隊にするか、それとも自動車化大隊にするか。まあここは空母、どっちかっていうと戦車虎の子だからな、戦車に預けましょうか。強襲上陸の準備をしておきましょう。いつでも強襲上陸かけられるようにというところですね。ちょっと部隊数が足りないのが心配だけどしょうがないですね、ここばっかりは。で生産のラインの方は、空母がどうだろう、もうすぐ出来上がるので航空母艦の4ができたタイミングで、母艦を5にアップグレードしていきましょうか。2月の13日に一応航空母艦の4が出来上がるのでこれを5へとマイグレーションしていきます。であとは艦隊の1に配備されている航空機部隊だね、これが
だいぶ数が減ってるな。第三世って56機だもんね。でもね、ちょっと数がね、全然足りないかなっていう感じはするな。あとそもそもやっぱり艦載機はね、陸上機に比べてだいぶ弱いんで、まあ、いくら空母がいるとはいえ洋上決戦では有利だとは思うんですけど、それでもその程度の優位性しかないっていうことは夢忘れない方がいいですね。なので艦載機は優先的に作っていかないと、いずれ艦載機が不足するっていう時期が来るかな。第三艦隊の空母飛龍、ここの艦載機も多分ボロボロですよね。75、うん、なのでちょっと生産のラインを見直しましょう。備蓄がめっちゃ増えてきてる、この歩兵装備を一旦減らして、第4世代の攻撃機、こっちだな、こっちに割り振っていきましょう。これそのままさ、こっちに渡れる？フィリピンに渡れないね。やっぱり微妙に動かしてあげなきゃいけないんだな、長崎まで。ああ、ベトナムと戦争するのか。ちょっとカナダあたりに輸入先変えた方がいいな。ベトナムと戦争しようとしてますからね、今。で、駆逐艦をじゃあ先に進めていきましょう。で、これで母艦が新しくできているはずなので、これを新しい第5世代のものに変えていきましょう。で、母艦が1隻できたので、この母艦を、そうだな、どうしよう、第二艦隊に母艦配備する。第二艦隊はというと、まあそれなりの陣容にはなってるからね。そしたら第二艦隊を一度海軍の呉に戻しましょう。で、これに空母を入れて、空母4隻体制ですね。なんか空母が4隻揃うとだいぶ
なんか日本の海軍強いぞっていう感じもしてくるしね。駆逐艦2と、駆逐艦か、駆逐艦はまあすぐに作り替えてもいいけど、揚陸艦は作り替えるにはちょっと覚悟はいるな。強襲揚陸艦もまだまだかかるしね。海軍のどうだろう、こうやって見ると造船所がもうちょっと欲しいな。マニラにちょっと造船所を作っちゃおう。あとはまあ征服した土地の開発っていう意味も込めて、全く何もないところにちょっとずつなんか作ってあげる、現地の雇用確保っていう、まあ、ゲーム性とは全く関係がないですが、まあ、ちょっとそれもやっちゃいましょう。で、あと2ヶ月後には、ベトナムと海戦して、続けざまにラオスと海戦できるので、そういう形で行きましょう。で、中国と北朝鮮を相手にすることになるからな、北朝鮮と海戦するということは。それはやっぱり避けたいんで、マレーシア、インドネシア、この辺りに海戦理由を見出していくか。まあやっぱり戦いづらいとぶっちゃけて、中国とはまだ国力にそれだけ差があるっていうことだと思うんですけどね。あとはじゃあインドネシアですね。ここもいろんなところと今だと攻撃相手はあるんで、いくらでも資源の輸入先は選べるというのはあるんですけどね。さてどうする？今見た感じ、インドネシアと海戦するのはだいぶ先になるな。困りましたね。まあ、ミャンマーとかにするじゃあ、インドと国境を接するけど。まあ、インドがどう動くかわからないからな。まずは、ちょっとじゃあ、ミャンマーを攻撃するときに必要となる政治力と確認しておきますか。ミャンマーを本当にだから、政略していいことあるのかっていうところですよね。ちょっと考えものだな。ではちょっと海軍のね再編をやっておきましょう。もう随格か、航空母艦の4型なんでそれなりの数搭載できますよね。わ、全然数が足りない航空機の。
からの持ち腐れですね、これだと。まあ、ちょっと、乗せる飛行機、まあ、慌ててというわけではないですけど、緊急的に用意していかないといけないかな。というわけで、生産のラインを見直しましょう。こうやってみると軍需工場も数がもうちょっと欲しいな。軍需工場の数、慌ててですけど用意していきますか。まあ、インフラ的にはやっぱり国内で作った方が圧倒的にいいな。だいぶ先にはなりますが、一旦はこれで軍需工場もおいおい建てられてくるというところで許してもらう。軍需工場の数がないと今困っているのが、圧倒的に飛行機の数が足りないっていうね。さて、そしたら時間がまたいい時間になってきましたので、一旦ここで終わりにしてですね、次回じゃあベトナムとの海戦ですね、そこをプレイしていきたいと思いますので、ぜひぜひ、皆さんの応援引き続きよろしくお願いいたします。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。